こんにちは、まゆみです。今日も、エリック・サティのジム・ノベリの第1番を弾いてみました。すでにお気づきになっている方もいらっしゃると思うんですけど、毎回ペダル変えてますのでね、途中からセカンドを入れたり、途中から離したりとかね、こちらだけにしてみたりとか、いろんな方法を試しています。はい、ここね、初めてご覧になる方、概要欄に私の、プロフィールと自己紹介の動画のリンク貼ってありますので、そちらからご覧ください。何度も言ってますけれども、ペダルね、もう慣れてもらうしかないです。でね、このうちのこの不思議なレッスン室はですね、和室を改造したものです。ちょっとまあ家庭の事情で、もともとここ和室だったんですけれども、ちょっとどうしてもここにピアノを移動しなければなりませんでした。ですので、ちょっとなんか和洋折衷な雰囲気になって、ちょっと不思議な感じになっていると思いますけれども、まあ、理由としてはね、そういう理由です。そして、まあ、生徒さん用にアップライトも、残しております。こういうレッスン室でレッスンをしています。はい、それで、ここね、いつも不思議に思われるかもしれませんけれども、まあ、いろんな靴で撮ってみることにしたんですね。皆様も今ブーツ履かれると思ったから、今日はブーツなんですけど、もちろん靴底はもう丁寧に綺麗に拭いて、床も綺麗に掃除してやってますのでね、そのあたりはすいません、ご了承ください。はい、今日はね、前回前々回の、プラス J の、ことについて、まあ、せっかくなのでちょっと勢いで撮ってみました。今日着ているこの服はですね、前回のプラス J の服なんですよ。これものすごく私気に入ってまして、なんというのかな、ラップスカートっていうのかな、あと上はね、ものすごく、ちょっと私顔映せないんで、ちょっとここまで完全にタートルネックがびっしり、私首がすごく長いので足りないんですね、いつも。でも完全に足ります。でお袖もね、ここどうだろう、わかるかな、くじゅくじゅっとこう、ちょっと待ってくださいね、かなりお袖も長くって、こういうふうにたくし上げることができるほどお袖も長い。でこのスカートもね、すごくたくさん食べても大丈夫ですよっていう感じです。このお洋服はね、洋服を買いに行くとね、必ず女性スタッフさんに聞かれます。これどこのお洋服ですかって、あ、これはねって10年ほど前のユニクロプラス J ですよって言うと、このスカートのラインっていうのは、そのすごく後ろもね、ちょっと自分じゃ映せないからあれなんだけど、映るかな、うん、理想的なラインなんだそうです。これすっごく気に入ってて、私これはね、ずっと大事に持ってる、はい、10年前のプラス J の一番気に入ってるものです。でこれに黒のジャケットがあるんですね。ちょっと今別の部屋に置いてきましたけれども、また今度それ着てみます。ですので今回のもね、きっとこういう感じにずっと皆さんね、ちょっと今ここにごちゃごちゃにかけてあるけどこれだけ今日私買ったものですね、今回ね、皆さんにとってのすごい力強いワードローブになるんじゃないのかなという気がしています。はい、今日今、演奏しま、あ、いろいろ映っちゃったは、エリック・サティ、フランスの作曲家エリック・サティのジムノペディの1番という曲です。一応繰り返しになりますが、初めて聞かれた方のために少しだけお話ししておきます。エリック・サティというフランスの作曲家のジムノペディの1番という曲で、ジムノペディというのはラテン語で裸足という意味です。私の大好きな、自分をニュートラルにするときに必ず弾く曲です。これは今月末ちょっと人前で弾く機会がありますので、そのために今ちょっと最終の、追い込みに入っております。はい、そんな感じです。このね、まあ、ちょっとあと1回ジャケットを写したところで、プラス J についてはもう終了にしようかなと思ってるんですけど、これ本当に気に入ってるので、はい、一応お見せしようかなと思いました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はね、もし
面白かったなと思ってくださったらしてくださると嬉しいです。またお会いいたしましょう。ありがとうございました。まゆみでした。